韓国のプサンってどんなイメージあります？首都ソウルは圧倒的に巨大な大都会で有名ですけど、第二の都市のプサンはまあ田舎ではないだろうけど大都会ってわけではないだろうなって思ってません？それ勘違いです。実はプサンって都心以外に新都心がいくつかあって、日本人の想像の3倍都会なんですよ。そんな街気になりますよね。ちょっと紹介します。はい、で駅の前来たんですけどね、駅の前はこんな感じ。まあ中ぐらいのビルが立ち並んでますね。まあでもここはね、プサンのあくまで中心部の入り口にあたるところでね、しかも昔からある中心部、南浦洞っていうね中心部があるんですけども、その入り口みたいな場所になるんですよね。だから東京で言うと上野とか、大阪で言うとまあ天王寺みたいな、そういうまあポジションの場所なんですよ。まあそれでもね、高層ビルとか、これホテルですけどね、立ってますけどね。でね、まあこれ目の前はこのテキサスストリートっていうのがあってね、これまあ中華街ですね。そう、このなんか中華街ね、今はなんかロシア人街になりつつあるって言ってね、しかもちょっと治安が若干悪くなってるみたいなことが書いてありました。でもまあとりあえず行きます。で、まあ、この目の前はそうなんですけども、この左の方ね、この駅の前に左の方に行くとね、ほらちょっとね、高層ビル群建ってるでしょ。高層ビルというかまあオフィスビルがね建ってるでしょ。これハングキョチャウォンゴンチェフェ、何かわかんないですけどね。チェフェってなんだろうな。なんとか会かな。ちょっとわかんないですけどね。まあこういうのがあったりとか。で、これね、これ。はい。ギヨプウネン。これ銀行ですね。ウネンって銀行ですよね。うん。があったりとか。ちょっとこっからね、オフィス街なんですよ。このプサンの駅の左の方からね、オフィス街が始まってるんですよね。チュンアンっていうエリアがあるんですけども、中央っていう意味だと思うんですけどね。昔からのオフィス街があります。で、これはなんだろうな。ラマダって書いてある、ちょっとわかんないわ。眩しい。で、その横にあるのはこれ。皆さんご存知、東横インです。この東横インね、めっちゃ安いです。一泊ね、4,000〜5,000円、4,000〜5,000円であります。はい、まあ、ってことでね、とりあえず、この向こうの方に歩いていこうと思うんですけど、その前に、ちょっと駅の中見てみましょうか。ってことで駅の中を見に行きます。このプサン駅ね、めちゃくちゃ綺麗で空港みたいなんですけども、リニューアルしたのはね2004年なんですよ。意外と時間経ってますよね。20年ぐらい経っててね、びっくりしました。で、中に入るとね、20年ぐらい経ってる感ちょっと出てくるんですよね。この銀色の柱がね、日本じゃありえないじゃないですか。この銀色の柱ね、ちょっと韓国していますよね。で、入ってすぐにあるのは特急券とか、まあ、KTX 新幹線のチケット売り場ですよね。ここでまあ言ったらね、英語とか韓国語で言ったらチケットを買うことができます。どすこい昔ね、ここで韓国語を頑張って韓国語でね、ソウルまで行きたい、ソウルがゴシっぽよとかね言った記憶があります。で、ここはね、まあ、駅の中の待合室というか、まあ、広場、駅の中の広場ですかね。綺麗ですね。これね、プサン駅の説明書いてあるんですけども、まあ、これ初代プサン駅かな。おー、なんか東京駅みたいな形してますね。味わい深いね。もしかしたら東京駅と同じ人がデザインしたのかな。で、まあ、最初はね、こんな感じだったんですけども、それから何回か姿を変えてね、これ、まず2003年にね、これ、ハイスピードウェイウェイ新幹線ですよね。KTX がオープンして、で、その後、2019年にね、新しいプサンステーション、スクウェアオブプサンステーション、だから、プサンの駅前広場というか、まあ、こことか、ま、含むのかな。こことか、あと最初に映したあっちの方の、広場あったりする、中ぐらいのビル群が建ってるところね。それとかも含むのかもしれないですけども、2019年コロナの直前にリニューアルオープンしてます。電車の本数はこんな感じ。ちょっとわかりにくいんですけどね、だいたい1時間に7本から10本あります。ただ、これ全部ね、KTX とかムグンファ号とかね、全部特急なんですよ、これ。で、各駅停車ってね、基本なんかね、存在しないらしいんですよね。このプサン駅の近くは。ソウルのね、このソウルって書いてますけども、ソウルを中心とした首都圏では、各駅停車とか快速とかね、快速よりももうちょっと早い新快速的な電車とかもあるんですけども、だからいつもドスコがやってる、各駅停車とか快速とかのね、本数をいつもドスコイ見てますけども、これは全部特急と新幹線なので、まあ、あんまりこの本数に意味はないというか、地域輸送の本数ではないってことですよね。だってね、行き先はもうほぼソウルですもん。で、まあ、この特徴としてはね、一応8時台がちょっと多めかな、10本ぐらいあるかな。で、あとね、3時とか4時台もまあまあ、3時も結構多い気がするな。
結構多いですよね。うん、やっぱ特急だからでしょうね。この時間からソウルに行く人が多いんでしょうね。うん。まあ、基本的な地域の輸送は MRT、あの地下鉄がになってるみたいですね。うん。あれかわいいね。まあ、駅の中軽く見たのでね、次はここ。テキサスストリートちょっと歩いてみましょうか。この釜山駅はね、東京で言うと上野のポジションに当たると思うんですけども、まあ、だから街の中心の、まあ、一応外れの方になると思うんですよね。だから釜山は、まあ、街の中心のやや外れの方にチャイナタウンとあとテキサスストリートっていうね街があるっていうことになりますね。はい、ってことでさっき今テキサスストリートっていう、まあ、門みたいなのをくぐってね、あの中に入ってきました。でそのテキサスストリートって書いた看板を入ってすぐはね、なんかあれって感じなんですけども、右に曲がると、これすごくない？どうすか、こんなねアメリカアメリカした街が釜山の駅前にあるって知らなくてね、結構びっくりしてます。テキサスストリートって名前だけかなと思ってました。ここはね外人バー、まあ、外国人、まあ、特に白人さんかな分かんないけども、ロシア人が最近多いらしいんですけどもがいっぱいいるバーとかね、あと両替所も結構このエリアに多いって書いてました。あとここのエリアの特徴は治安が悪いらしいです。で皆さんちょここ行くときはね気をつけてくださいね。まあ、昼間だったらまあ大丈夫だと思うんですけど、でドッツコイも全然大丈夫だったんですけども、特に夜はねかなりやばいらしいです。で、まあ、このあたりねロシアの領事館か何かがあるのかなっていうのもあって、ロシア人がね韓国とロシアのね国交が正常化してからめちゃくちゃ増えたそうです。でこれ見てよこの街並み、めっちゃアメリカンですよね。ロシア人が増えた後はねロシア語が結構増えたらしいんですけども、なんか未だに、うん、めっちゃテキサス感があってアメリカアメリカしてますよね。はい、でこれねハングルチャイナタウンって書いてあるんですけども、そのテキサスストリートからこの道を挟んで、ね、今中華門ありましたよね、うん、この道を挟んだ先は中華街です。ここも両替所多いのかな、ちょっとわかんないですけども、まあ韓国ってね昔は日本と同じように漢字を使ってたんですけども、まあ今ねあの韓国はあの漢字を廃止したわけですけども、このエリアは感じがあってね味わい深いですね。まあでもねもう今ね韓国の若い人ってもう漢字あんま読めないみたいなんですよね。特に今ドスコイと同じぐらいの世代の人かな、まあ30代後半40代ぐらいの人は特に漢字教育を受けてない世代らしくてね読めないらしいんですよ。だからか分かんないけども中華街の割には漢字が少なめかなと思いました。はい、で途中でねこんななんていうのこのあのまあ屋根じゃない、なんていうのこれね、あの名古屋の大須にこういうのありましたけどね、なんかあります。でさらに行くと、おロシア語が見えてきましたね。ハングルとロシア語が、あと中国語、おおいいね、いろんな言語が飛び交うというか看板があってね、うん、あの国際豊かな雰囲気です。あでいつも思うんですけどね、釜山はこんな感じに、ね、国際色豊かなね雰囲気なんですけども、その対岸のね福岡博多はね結構外国が近い位置にあるのに、特に朝鮮半島韓国近いのにね、あんまりその国際色豊かな雰囲気ないですよね。それがいつも不思議でね、全然その釜山にはねこういう中華街とかねテキサスストリートとか、あと日本が近いから日本語が通じやすいとかいろいろあるんですけども、福岡はコリアンタウンないし中華街もないですよね。まあ、あの中華街は長崎の方にね取られたというかそっちの方に行ったのかな。でコリアンタウンは下関の方にねありますからね、なぜか福岡にはないっていうのがね面白いなといつも思っております。んで今ロシア語の看板いっぱいありましたね。んで皆さんさっきも言いましたけど、夜はここ近づかないでくださいね。結構治安悪いらしいので。でさっきの中華街の道を右に曲がるとね、これアーケード商店街あるんですよ。と思って、あんまり海外でねアーケード商店街って見ないですよ。ソウルでもねこういう感じの街はあんまり見ない気がするんですけどね、どうでしょうね。あとここね坂道になってるから余計になんかこう独特なねあの神戸の新海地を思い出すんですけど、どうですかね。どすこいつもねこの釜山ではあの博多からこんなに近いのに海外しててね面白いみたいなこと言ってるんですけども、やっぱり韓国はね外国の中では日本に近いあの景色とか雰囲気とかにがあるのでね、台湾と韓国はやっぱり日本に似てますよね。それをねこの商店街で思いました。なんだかんだやって韓国は日本に似ているよなってね。これ味わい深いね。こんなとこあるの知らなかったわ。このアーケードがあって、しかも坂になっててね。この独特な感じ。ちょっとね、深海地に似てるように思うんですけど、神戸のね。そんなことないかな。で、まあこれを全部ね、歩いた先には、
ちょ、坂に、ここからさらにね、坂レベルが上がるというかね、プサンってね、坂の町ですもんね。船でね、どすこい船でこのプサンに来たんですけども、その時もやっぱりね、坂、山がブワーってあってね、その山にへばりつくように家がね、いっぱい並んでるんですよね。プサンならではのね、山にへばりつく、家群のエリアの、これ、入り口になるのかな？こっからそっち行けんのかな？ちょっと行きたいとこなんですけど、ちょっとだけ行くか。はい、で、ちょっとって言いながら10分以上歩いてきたんですけども、あらー、味わい深いね。こんな街並みいいね。で、こっち見て。あらー、プサンプサンしてます。おー。結構ね、観光地としても面白くない？これね。プサンってね、ソウルの陰に隠れて結構過小評価されてる点があると思うんですよね。まあ、九州、特に福岡に住んでる人からしたらちょっと感覚が違うのかもしれないですけどね。まあ、大阪とか名古屋、東京、まあ、本州の真ん中の方とか、北海道とかの人からしたらね、もう、プサン行くんだったらソウル行こうよみたいになると思うんですよね。けども、これ見てくださいよ、これとかね。あっちの方のこの坂が織りなすこのね、なんとも言えない港町の風情、めちゃくちゃいいですよ。皆さん来てくださいね、プサンね。うん。絶対過小評価されてる、プサンは。いやー、この先に対馬あるんですもんね。そこに海見えてますけどね。そう、あの海の先、50キロ先に対馬あるんですよ。つまり50キロ先に九州があるってことですよ。50キロなんてね、橋でもし繋がせたら通勤圏ですよ。そんな場所にこんなね、外国したね、これもね、ほらハングル書いてあるでしょ。こんなね、外国した街がね、あるってね、ほんと味わい深いんですけど、皆さん、もっと味わい深さ感じてくださいよ。プサンの地理的面白さ、過小評価されてる。はい、で、今中華街の方に戻ってきたんですけどね、今これは中華街の隣の道です。この隣に中華街があります。なんですけども、オフィス。ドスコイが調べた限りではね、プサンには少なくとも3つオフィス街があって、そのうちの一つがここです。プサン駅から南浦東に、までの間のチュンアンっていうエリアですよね。日本語で言うと中央ですね。向こうの、この今見えてるの？この橋の向こう。橋というかこの高速と高架の向こうに広がるこのビル群ですよね。もうほぼまあオフィスでしょうね。で、こっち側もね。まあこれも全部オフィスだろうな。これちょっとマンションっぽいけどね。うん。まあ、それが一つ目。あともう一つが、プサン市役所って駅があるんですけどね。あ、地下鉄でね、もうちょっと北に上がったとこなんですけど、ソミョンも越えたとこなんですけどね。そこがもう一つ。で、あともう一つがね、センタムシティっていうね、まあ、ヘウンデっていうところにある、めちゃくちゃ発展した、まあ、新都心があるんですよ。その三つが、プサンのオフィス街です。ん？まあ、そのうちの一番まあ、古いオフィス街がこれですよね。昔からある、うん、チュンアンっていうオフィス街です。ちょっと歩いてみましょうか。はい、ってことで、チュンアンエリアを歩きます。ここはまだね、そのチュンアンエリアの端っこというか入り口ぐらいでね、こっからさらにずーっと続いてます。めちゃくちゃでかいですよね。ここ以外に2箇所あるんですよ、ビジネス街ね。やっぱりプサンはね、都会なのです。ただこの後画面の中のドスコイが説明しますけども、韓国ってね、首都ソウルの一極集中が半端なくてね、日本も東京一極集中がね、問題とか言われますけども、その比じゃないぐらい集中しててね、2008年から2018年かなの間でプサンに本社を置く大企業の数が半分に減ったそうです。まあ、それはみんなソウルの方に、首都圏の方に移転したのかどうかわからないですけども、とりあえずね、半分に減ったらしいんですよね。しかも韰国の100大企業、トップ100企業の中に、プサンに本社を置く会社は一つもないそうです。プサン大都市なのは間違いないんですけど、そういう問題があるんですよね。おお、ここまで来るとビル増えてきましたね。さっきの中華街から10分ぐらい歩いてきました。これオフィスかな？東進とか書いてあるけどね。東進ってあれですよね。日本だったら塾ですよね。もうこれ関係ないと思うんですけど。で、まあ、ここのビルがあるのと、あとこっちの方ですよね。まあ、この奥にも、裏にもね、ちょっとビルがあります。で、向こうにはコリアンエアーって書いてありますね。まあ、コリアンエアーのプサン支社かな。うわぁ、こっから向こうのロッテモールにかけてビルがブワー並んでますね。あー、やっぱりでかいわ。ロッテモールね。あー、さっき行ったところでちょっと2分ぐらい歩いたんですけど、そっからさらにビルがいっぱい見えてね、あ、思ったよりでかいなって今思いました。おー、ここかなりオフィス街感ありますね。本町してるわー。大阪の淀屋橋とか本町思い出すわー。やっぱこの中央駅、チュンアン駅ね、の真上ですよね、がやっぱりこのがっつりオフィス街ですね。
地図があるので説明します。未だにね、プサン全体の地図を見つけられてないんですけど、とりあえずこの元からの中心部ですよねの地図を見つけたので、ちょっと分かりにくいですけど説明します。ここね、これがね、プサン駅ですよね。さっき言ったところですよね。で、ここからここに中華街があってね、ここずっと歩いてきました。で、さっきこっちの方を登っていきました。でね、このプサン駅のこのこっち側ですよね、まあプサン駅出て左側のところですよね、南側にこの中央っていう、チュンアンっていうね、ビジネス街が広がったんです。こういう感じね、こうこの一帯、あのビジネス街ですよね。で、このビジネス街の向こうに南浦洞、これ南浦洞って駅なんですけども、南浦っていう名前の、まあ、繁華街ですよね、が広がってます。これが昔から日本統治時代、日本だった時代からの中心部です。で、ここがね、観光客が行って一番楽しいところだと思います。楽しい繁華街ですよね。で、あの地元の人がね、行って楽しいあの繁華街はこの向こうのね、ソミョンってところがあるんですけども、ちょっとここ書いてないですけどね、ソミョンっていう、まあこれよりもうちょっと新しい町があるんですけども、そこがまあ地元の若者が集うところです。で、この南浦ってところがあってね、で、こっちにチャガルチってところ、これチャガルチ駅なんですけども、このチャガルチ駅の前にチャガルチ市場っていうね、市場があります。ここ結構、まあ、服とかね、安く買えるんじゃないですかね。あ、これね、チャガルチ市場じゃなくて国際市場でした。で、この後ドスコイチャガルチ市場、チャガルチ市場言うんですけど、それ全部国際市場のことです。で、チャガルチ市場っていうのはもっと海側にある水産のね、市場、お魚とか貝とかそういうのが売ってるところをチャガルチ市場って言います。すいません。そういう街が広がって、だからチャガルチ市場、南浦っていう繁華街で、あのオフィス街で釜山駅って感じですよね。で、とりあえず今から南浦洞の方ちょっと歩いていきましょうか。で、この中安駅、中央駅からは南浦洞に向かって地下街がずっと広がってます。で、さっきちょっと見せたあのロッテモールですよね、ロッテ百貨店、あそこも、あそこまでずっと地下街で、地下から行けます。ちょっと歩いてみましょうか。下に降りてきました。で、降りてきてすぐはね、ただの通路って感じなんですけども、ここからもうちょっと行ったところにね、からあのずっと地下街、地下街した空間が広がってます。で、2、3分歩いたら出てきました、韓国の昔ながらの地下街です。ドスコイが初めて韓国に来た時ってね、2004年とか5年とかそれぐらいだと思うんですけども、その頃地下街歩くとなんか大体こんな感じだった気がします。かなり古い昔からの地下街です。で、その古いエリアを抜けた先に今風な現代的な地下街が広がってました。ちょっとカメラの設定が悪いのか、なんかちょっと黒くなってますけどね。で、少し歩くとこんなオアシス的な空間もありました。なんかちょっと即興で作った感ありますけどね、手作り感ありません、このオアシス。で、もうちょっと歩いていくと、ほら見て、おしゃれなお店出てきました。基本的にはこの地下街はね、おしゃれなお店よりも、まあ、今見てるようななんか昔ながらのね、このおばちゃんが服買いに行くところとかね、なんかこういうお店が多いんですけども、たまにはあのおしゃれなお店もあります。で、もうちょっと歩いていくとね、ちょっと独特なセンスの水色の光というかが光っている場所もありました。これ自殺防止の色ですよね、これ。で、その地下街から地上に上がるとロッテモール、ロッテデパートですかね、があるんですけども、そこから振り向くとこれ幸福路です。入り口にはね、こんな面白い感じのおじさんも立ってます。これ誰なんでしょうね、多分韓国人だと思うんですけど、日本人じゃないでしょうね。ん、まあ、なんか面白いお店、あのおじさんがこの街を作ったんでしょうね。で、この道がね、釜山で昔から栄えてる、一番昔から栄えてるメインストリート、幸福路です。さっきも言いましたけどね。で、この動画の趣旨はね、まあこれぐらいのね、あの繁華街はまあ釜山だったらあるだろうって皆さん思うじゃないですかね。韓国第二の都市なんだから、これぐらいのね、街はあると思うんですけども、これプラス2つこれぐらいのね、あの栄えてる街が、副都心があるんですよ。それを今回紹介します。で、まあ、これが都心なんですけども、やっぱり都心栄えてますね。ここがね、まあ、南浦洞ですよね。観光客が歩いて一番楽しいエリアがここからずっと続いてます。この先に釜山タワーもあるし、チャガルチ市場もあるのです。で、並んでるお店は、これはまずカメラって書いてますね。カメラ屋さんです。で、横もニコン、なんかカメラ多いですね。で、これはなんかおしゃれなハンバーガーのようで、ハンバーガーじゃないみたいなお店かな。で、横はこれコロナの影響かな、ちょっとお店閉まってますね。でもシャッターにはならないの。あ、今ピースしてくれましたね。ノリがいいね、プサンの人。ノリがいいね。で、今キャノンもあって、ここカメラストリートなのかな。で、向かいにはこれナイキか、ちょっとすごいブランドわかんないですけどね。今コンバースもありましたもんね。靴も売ってるのかな。釜山ってね、靴が、靴産業というかが結構有名なんですよね。で、これ
目の前にエスカレーターが見えてますけども、これをずっと登っていくとプサンタワーがあります。その上に登った映像どうぞ。これね、このエスカレーター登るとなんかこんなおしゃれな、何なんかロシアとかになりそうですけども、かわいいなんか家じゃないお店が並んでます。で振り返るとプサンタワーです。まあ観光客が一番行くところですよね。プサンってね、観光地、まあ一応いろいろあるんですけども、やっぱプサンタワーが一番みんな行くのかな。ドスコイ行ったことないんですけどね、今回も行かなかったんですけども、まあすいません、ドスコイね街歩くのが好きなんですよ。はい、まあそんな感じです。で引き続き歩いていきましょうかね。まあいろんなお店があってね、これね映像でどこまで伝わってるかわかんないですけども、実際降り立つとね、この画面で見てるよりもはるかに都会に思いますよ。ここにね、この幸福路の説明が書いてあるんですけども、1800年代はねこんな感じだったらしいですよ。川が、ちっちゃい川が流れて、これが桜川っていう川らしいんですけども、流れてなんか家が建ってね、もう田舎じゃないですか。それが今これですよ。すごいですね。100年以上経って、150年ぐらい経ってこうなりました。すごいですね。でその後ね、まあこうちょっとこう日本に併合された時代ですよね、からだんだんこう栄えていってね、ほらちょっとずつね、真ん中こう路面電車走ってるのかな、こういうまあお店ができてる。これまた日本語書いてあるからね、日本時代ですよね。でこの日本時代からここはすごい賑やかだったんですよね。でまあこんなだんだんね賑やかになって今があると。わあすごいな。そうだからね、このここに書いてありますけども、まあ日帝時代、まあ日本に併合されてる時代はここはね、日本人商業街の中心地として料理店、劇場、百貨店など新しい文化の展示場であったっていうことなんですよね。その昔からここは栄えていたのです。で今も引き続き、まあ、中心街の一つとして機能はしているんですが、さらにこれプラスね、ソミョンっていう新しい街ができたりとか、あとセンタムシティっていうね、平雲殿の方にねセンタムシティっていう、まあそれも新しい街ですよね、ができたりして、今はねプサンは昔のこの中心部以外にさらに2つ街ができているので、3倍みんなのイメージよりもね、3倍都会の街になっているのです。ここの街前からこんな綺麗でしたっけ？前来た時はこんな綺麗な印象じゃなかったんですけどね、もしかしたらリニューアルしたのかもしれません、この10年ぐらいでね。で今このね商店街はね、真ん中に車が走ってましたけども、車が走ってない商店街もねさらにあるんですよ。それがね、今屋台みたいなのありましたけどね、そこを曲がった先に、ここじゃなくてね、あれここのシーンカットしたと思うんですけど、カットしてへんのかい。あ、これね、今のところ右に曲がるとね、まあ、こういう細い路地があるんですけども、そこをずっと行くとこれ車が全く通らない歩行者天国があります。で今日この時ね、平日休日だったのかな、ちょっとわかんないですけども、屋台がいっぱい出てますね、観光してます。でさっきのところ逆側右の方に曲がるとこれファッションストリートです。なんかファッションストリートって言われるとね、おしゃれな服屋さんがいっぱい並んでるのを思い浮かべると思うんですけどね、ここはどっちかっていうと市場みたいな、茶軽地市場ってね、さっきあるって言いましたけども、ちょっと茶軽地市場の雰囲気に近い、まあ服が売ってる道ですよね。こんな感じで売ってます。でずっと歩いていくとね、茶軽地市場がだんだん近づいてきます。これね、これがチャガルチ市場です。まあ観光客が来たら面白いところですよね。まあこんな感じでちょっとカオスというか、ごちゃごちゃした感じですよね。もうひたすらなんか服が売ってるんですけども、全然おしゃれじゃないっていうね。とにかく市場ですよね。日本はあんまりこういう雰囲気のところないような気がするんですけどね。で、これがね、アリラン通りっていう名前なんですけども、まあアリラン通りって言われるとなんかね、テンション上がりますよね、観光客だったらね。で、そのすぐ横にね、これ屋根がついてて、屋根がある市場がまたね広がってるんですよ。ここのね、茶軽地市場めちゃくちゃでかいですよ。でさっきも言いましたけど、さらにこれ以外に2つ新都心があるのに、もう都心だけでこれだけでかいってね、やっぱプサンね普通じゃないです。ですごいですよね。で服だけじゃないんですよね、いろんなものが売ってます。茶軽地市場やっぱりでかいです。でこれがね、アートストリートっていう名前の通りでね、ちょっとどの辺がアートなのかよくわかんないんですけども、あと景色もだんだん同じような感じに見えてきたのでね、そろそろ終わり。その前にこれ地下街があるんですよね。ちょっと地下街も見てみましょうか。だから地下にも市場があるんですよね。もうチャガルチ市場に来るとあらゆる種類の市場を体験できるっていうね、もうとにかくカオスです。はい、今見せたのがね、まあ、プサンの元々の中心地ですよね。でプサンに来たことがない人はね、今見た感じ、これぐらいプサンってこれぐらいの街だろうって思ってたでしょ。でもね違うんですよ。今見せたのはプサンの街のもう半分ぐらいですよ。中心部今ので半分ですよ。こ
この倍以上の3倍の規模があります。プサンすごいでしょ、ね、あの新都心がねさらに2つあるんですよ。それを今から皆さんにお見せします。そうプサンをねソウルに隠れたソウルの陰に隠れた田舎だと思っている皆さんにねあのプサンのね本気見せますよ今から。んじゃあ地下鉄乗ってあのソミョンに行きます。はい、ソミョン着きました。で地下鉄の本数なんですけどもまあやっぱ地下鉄だから多いですまあ7分間隔ぐらいですか、6、7分間隔で来ますね。で今 C とか8とかにラッシュ時間帯もに本数が増えたりとかもう日本と一緒ですね。で6時7時も多めです。これ前の動画でも言ってるかもしれないですけどね。でソミョンなんですけどね、ソミョンがこれまたね分かりにくいんですよ。わけわかんないんですよ。でとりあえずね10番出口あそこにねそこになんか出口あるんですけど、ちょっと人しか映ってないけど向こうに出口があるんですけどエスカレーターがあってねちょっと行きましょうか。これを登っていったらとりあえずあの栄えてるところに出ます。ちょっと行ってみましょうか。あー違ったわ、2番出口だったわ。2番出口未だに分かってない。これね2番出口、これをこっちの方にずっと歩いていったらね青春通りっていう通りがあります。でね、ソミョンはね、降りたらこんな感じで交差点というかロータリーっていうか丸くなっててね、わけわかんないんですよ。丸いからね、どっちがどっちかわかんないんですよね。全部同じに見えて、方向がわからなくなります。だから、とりあえずね、2番乗り場、乗り場じゃない、出口降りて、で、向こう行ってください。あれ、もう一個近い出口あったわ。で、これも10番って書いてある。さっきどそれ出たのも10番なの。最初にね、出たのも10番なんですけど、もうわけわかんない。10番が2つあります。とりあえず2番に行ったら間違いないの。2番ね、降りて、南に下ってください。でね、ここも、青春通りって言うんですけど、これまたね、歩いていくとね、また南歩道みたいなのがまたドーンってあるんですよ。すごくない？はい、これが青春ストリートです。さっきの南ポドンと雰囲気が変わりましたよね。ちょっと新しい感じになってないですか？ソウルっぽいとも言えるかなと思うんですけどね。で、ここはね、若者がまあ集う街でね、地元の若者はどっちかっていうと南ポドンよりもこの、まあ、ソミョンの方に来るそうです。で、さっきから南ポドンと同じぐらいの街がまたあるって言ったんですけども、それは言い過ぎです。うん。南ポドンのあの繁華街よりは小さいです。ただ、でもでかいです、これ。うん。で、これプラスね、近くにうまいもん通りっていうところがあったりとか、あと大規模商業施設みたいなのが何個かあるんですけど、それを全部合わせると、まあ、南ポドンもう1個分ぐらいあると思うんですけど、南ポドンと同じぐらいのレベルの繁華街だと思うんですけどね。でこれさらに隣にも道があってね、これ特化通りっていう名前のはずなんですけども、こっちはちょっと車が通る感じに、ね、どっちかというと南ポドンにやや近いかな。南ポドンよりはちょっと車の車道が広いような気がしますけど、で、まあ、この道もね、まあ、やっぱ南ポドンと雰囲気が違いますよね。さっきの青春通りと同じようなね、まあ、こっちの方がややソウルに近いというか、若者が来て楽しめるんじゃないですかね。なんかヤンキーとかこう来てね、ウェーイとかやったら楽しそうでなんかちょっとね、この壁というかそのお店の感じ、壁面がね結構ごちゃごちゃしてて、なんか個人的にはニューヨークのタイムズスクエアを若干思い出したんですけど、それは言い過ぎで、この先にねチョンポカフェ通りっていうカフェストリートがあるんですよ。ちょっとそこ行ってみましょうか。はい、これですね、これがジョンポカフェストリートの入り口です。ちょっとね、このでも、このジョンポ、カフェストリートはね、分かりにくいんですよね。まあこれね、ジョンポカフェストリートって書いてあるでしょ？これタウラって書くんですよ、漢字ではね。で、まあこの一帯が、まあジョンポカフェストリートなんですけども、カフェがね、まあこんな感じでね、これが全部カフェか分かんないけどね、点在してるんですよね。ただ、まあちょっと分かりにくいんですが、ここね、ここにちょっとね、おしゃれなところが、おしゃれな、カフェがね、繋がってるところがあるので、ちょっと行ってみましょうか。うん。あ、じゃちなみにさっきの青春ストリートはこの辺。で、特化ストリート、さっき言ったでしょ？が、多分ここですね。この辺りブワーッと栄えてるんですよ。で、その隣に、さらに街が拡大してね、カフェストリートっていうのができてるっていうことですよね。ん？で、ちょっとさっき言ったここ行ってみましょうか。ちょっとね、おしゃれなんですよ。で、歩き出したんですけどね、ここほんとね、カフェないんですよ。いや、あるんですけど、この入り口にはね、あんまカフェないんですよ。もうちょっと奥まで行くとカフェが出てくるんですけど、今見えてるお店全部カフェじゃないですからね。これもなんか飲食店だし、これはなんかカバンかなんか、うん、カフェじゃないしね。これもなんか服かなんか違うでしょ？化粧品かな？うん、で、向こうもね、なんか、うん、食べ物じゃないですよね。靴売ってますよね。これね、おしゃれでしょ？
なんかカフェストリートっぽいでしょ。そう、ここはなんかすごいね、あのカフェストリートって感じするわ。うん。で、しかもこのね、お店ね、なんか、写真撮りましょうみたいな。フォトスタジオですよみたいな。ちょっと何書いてるかわかんないですけども、ここで写真撮ろうみたいな感じなのかな。やっぱりね、韓国ってね、おしゃれなこういう施設でも、ただただおしゃれなんじゃなくてね、なんかそのね、面白いそのなんかアイデアが組み込まれてるというかね、ただただおしゃれじゃないんですよ。それがね、韓国の面白いところですよね。うん。で、その横ね、これカフェなのかなと思ったらね、これはでもカフェじゃないんだな。これカフェじゃカフェなのかもしれないけど、サラダとか売ってるんですよね。で、これはこれもね、あ、これはカフェだな。あ、ジュース、コーヒー、ワッフルとかね、ベーグルとかね。うん、ここはカフェですね。で、その横は沖縄って書いてますよ。沖縄ドラフトビール、これも、なんか、でもカフェじゃないよな。で、これもね、カフェじゃないんですよ。ちょっとね、このね、チョンポ、カフェストリート、あとソミョンも含めてね、このあたりよくわからないわ。とりあえず栄えてるのは栄えてるの間違いないんですけども、で、地元の人がね、好きっていうのもまあ間違いないんですけども、ちょっとね、よそから来るとわけがわからない、このソミョンは。うん、っていうソミョンでした。まあでも、この一帯、おしゃれな建物、こういう感じの建物、多いですね。これも黄色くてね、これも白くて。で、白くて、向こうも黄色くて。うん、おしゃれ。こういうのちょっと多い感じですね。で、こっちもね、ほら、ステレオタイプオブプサン。で、全然ステレオタイプじゃないけどね。ステレオタイプのプサンと真逆の建物のように思うんですけど、で、こっちもちょっとおしゃれだね。まあまあ、こういうのがありますね。うん。で、まあ、これケーキ屋さんで、まあ一応カフェなのかな。で、こっちは服屋さんですけどね。まあ、とにかくおしゃれな通りって感じ。うわ、これすごいね。こんなのあるんですね。おぉ、ちょっとだけ。こう、まあ、こんな感じですね。まあ、カフェが、おしゃれなカフェが結構多い通りってことなのかな？ん？っていうふうにドスコイは理解しました。で、さっきちょっと触れたんですけど、このソミョンには、うまいもんストリートっていう道があってね、今、青春通りとかいろいろありましたけど、その逆側ですよ。逆側というか、その道を挟んだ向こう側にあります。ちょっと行ってみましょうか。はい、こっちね、渡ってきました。で、この先に、うまいもん通りっていうね、まあ、飲食店がいっぱい連なってるエリアがあるんですけども、ちょっと待ってくださいね。もうちょっと待って、ちょっと。うん。はい、もうここ右に曲がると、はい、またね、また街があるんですよ。もうどんだけでかいの？これも合わせると、これとね、青春通り、特化通り、あとカフェストリート、あと大規模商業施設合わせると、まあ、南浦東に結構近い都市規模になりません？そう、すごいでしょ？南浦東もう一個あるんですよ。副都心がこのレベルですよ。で、さらにもう一個副都心あるんですよ。やっぱり釜山ね、普通じゃないです。はい、ってことでね、電車に乗って次はセンタムシティに向かいます。はい、センタムシティ着きました。これやばくない？これさっきのソミョンとか南浦東とまた別の街なんですよ。さっきのソミョンから地下鉄で15分ぐらい乗ってきてますからね。でも釜山市内なんですけども、だからソミョンと南浦東と釜山駅とね、あとチャガルチ市場とかね、 あれ以外にさらにこんな新都心あるんですよ。信じられます？これびっくりしました。昨日ね、初めて来たんですけどね、びっくりしてね。 こっちもね、タワマン、うわー立ってるしね。で、向こうは新世界百貨店ね。百貨店があって、さらに向こうもなんかビル立ってるでしょ？やばいっすね。これが都心って言われてもね、わからないですよね。信じますよね。ソウルの都心の一部ってわかんないでしょ？そう、やっぱ釜山ってね、めちゃくちゃ都会なんですよ。一応ここはね、ヘウンデっていうね、釜山の東の方にずっと行くと、ヘウンデっていう地域があるんですけども、それも釜山市内なんですけどね。そのヘウンデの一番釜山より、釜山のその中心寄りのエリアになるんですかね、ここね。を、まあ、再開発したってことですよね。で、大体この今見えてるビル群は、大体2010年、以降にできたビルでね、2009年に あそこにね、新世界百貨ってありますけども、あれがね、多分あれだと思うんですけど、多分あれが2009年にできたんですよ。で、その時はもう周りはね、ちょっとマンション建ってるぐらいでね、もうこういうの全然なかったんですよね。でも2010年からまあ今2023年ですけどね、にかけてずーっとマンションとか、あのビルとかね、これオフィスだと思うんですけどね、これ全部マンションではないですよ。この手前のやつはオフィスだと思うんですけど、まあ奥はこれマンションかな。まあ、こういうのぐわー立てまくってね、新しい街ができました。そう、釜山もね、ソウルに負けないぐらいね、あのソウルもカンナムっていう新都心がありますけども、釜山もね、それに負けないぐらいこんなね、副都心をね、作っていたのです。
ね、プサン、想像の3倍都会だったでしょう。この辺りはね、90年代からヘウンデ新市街地っていう名前の計画都市としてね、開発が進められました。で、結局ね、10万人の人がプサンの他のところかソウルか分かんないけど、あちこちからヘウンデ、この辺りにね、引っ越してきたそうです。で、今見えてるこのね、あの新世界百貨店はギネスに登録されてるらしいですよ。2009年の時点で世界最大の百貨店としてギネスに登録されました。ねえ、びっくりしたでしょ。福岡もね、ももちっていう新都心とか副都心ありますけども、こんなレベルというか規模でかくないですよね。まあ福岡はね、あの近くに空港があるから高いビル作れないとか、まあいろんなね、いろんなその事情はあると思うんですけども、こっちの方が少なくとも迫力はありますよ。見た目の迫力ね、中身とかもね、どういう風になってるかちょっと分かんないけど、ほぼマンションかもしれないしね、なんとも言えないけども、これはやばいですよね。皆さん、プサンのね、あのイメージ変わったでしょう。あの見た目だけだったらね、福岡よりもプサンの方が都会ですよ。そう、中身もうちょっと同じこと何回も言って申し訳ないですけど、中身は知らないけども、あの見た目は少なくともこれね、明らかに迫力ありますもんね。いや、これ昨日見て来て本当びっくりしました。でね、でね、でね、あのまだ見るのやめないでください。まだこれで終わりじゃないですよ。まだあるんですよ。まだプサンね、まだこういう街もう一個あるんですよ。信じられます？いや、あるんです、本当にあるんです。マリンシティっていうね、あの街があるんですよ。それ最後ちょっと見せて終わるわ。うん。冬かしわ、とんべ冬かしわ。はい、これが最後のマリンシティの手前です。今トンベク駅からね、マリンシティに歩いて行ってるんですけども、ちょうどこの時期ね、桜が咲いててね、めっちゃ綺麗なんですよ。韓国も桜咲くんですね。そこ日本だけだと思ってました。で、はい、現れました。これがマリンシティです。めっちゃでかくない？これ本当にすごいびっくりしましたよ。本当にあの冗談抜きで、冗談というかお世辞抜きで、上海のプートンにねそっくりだと思ったんですけど、どうですか？で、この辺りはこのタワマン以外にザ・ベイ101っていうちょっとおしゃれな観光エリアがあります。お台場みたいな感じかな。これ本当プサンに見えないですよね。上海のプートンかーい。プートンにこういうとこありますよね。まあでもこれはね、基本的にはこれ全部マンションだそうです。で、あのアイパークとか書いてるやつはオフィスビルなのかな、どうなんだろう。だってあんな細長いこのヒュイってなったとこあるでしょ。あんなとこ住めないでしょ。あんなとこに住んでる人いるのかな。で、今ここはね、あのプサンで一番高級なエリアらしいですよ。プサンで一番お金持ちが住んでる街だそうですよ。マリンシティね、プサンのイメージ変わったでしょね。ドスコイもね、昨日プサンのイメージ完全に変わりました。はい、ってことで以上です。あの、もしよかったらね、チャンネル登録してくださいね。あと、プサンの動画は他に、あの、プサン経由大分に行くっていう謎の動画とね、あと、あの、ウルサンっていう、まあ、地方都市に行く動画を上げる予定なので、もしよかったら、あの、見てみてくださいね。ん？さよなら。いや、夕日に照らされるマリンシティ。かっこいいね。帰ります。疲れた。で、晩ご飯はビビン麺食べました。ドスコビビン麺大好きなんですよ。皆さんも韓国でぜひ行ったらね、このビビン麺食べてみてくださいね。ただドスコイ、これ辛いもん食べすぎてね、ちょっとお腹壊したんですけど、いやー、もう一回食べたいわ。さようなら。